ニューマドリッドの大地震19世紀の規範がディブンスのアワーファーストセンチュリーよりニューマドリッド地震は1811年12月16日にアメリカ合衆国で発生した一組の大変大きな地震に始まったニューマドリッド地震帯における一連の激しい内陸近くない地震である。これらの地震はアメリカ合衆国東部の歴史に記録された中でも 最大の地震であり続けている。この地震は、それが起こった地震帯とともに、当時ルイジアナジュン州、現在ミズーリ州のミシシッピ川沿いの町、ニューマドリッドからその名前が付けられている。この地震で、かなりの揺れが感じられたのはおよそ13万平方キロメートル以上、中程度の揺れが感じられたのは300万平方キロメートル近いという推計がある。 1906年のサンフランシスコ地震では、中程度の揺れが感じられたのがおよそ1万6000平方キロメートル以上であり、その大きさがわかる。アメリカ地質調査所の地震学者、スーザン・ヒューは近年、これら地震の強度をマグニチュード7の前後、少し下か少し、上だが7.5まではいかないと推計していた。ロンドンディンレ協会のフェローだったジョン・ブラッド・ベリーは、 1811年12月15日の夜をミシシッピ川上で過ごしており、1817年に出版した1809年、1810年、1811年のアメリカ内陸旅行でその振動を詳細に記録している。我々は夕食後にいつもの通り値に行った。10時頃、また夜中に大きな振動音で目覚め、 その後に船が激しく揺れた。転覆する危険性もあった。川が嵐で吹き上げられているかのようであり、騒音が想像もつかないほど大きく恐ろしかったが、木が倒れてぶつかる音が聞こえ、川にいる野生の水鳥の叫びも聞こえた。しかし船はそのもやい場所で安全であることが分かった。船尾の大きな旗のところにあった日のところにたどり着く。 ことができた時には揺れが収まっていた。しかしすぐに上流と下流の垂直な包みが大量に川に落ち始め、それが起こしたうにりで船が沈むところだった。日の出までに27回の揺れを数えた。ミズーリ順州ニューマドリッド住人、エリザ・ブライアンは1812年3月に次のような体験談を記していた。 1811年12月16日午前2時頃、激しい地震動に襲われ、想像しくても遠くの雷に似ているが、もっと耳障りで振動する大変恐ろしい音が続き、数分後には大気が異様の蒸気で飽和され、完全な暗闇に包まれた。驚愕した住民があちこち走り回り、どこに行くべきかもわからず、何をすべきかもわからずに叫んでおり、 あらゆる種類の水鳥や動物が泣き叫び、木が倒れて割れる音が聞こえ、ミシシッピ川が咆哮していた。流れは数分間逆行し、想像できるようにその川床に突入して、全く恐ろしい光景を作った。第四代イリノイ州知事など多くの政治的役職を務めたジョン・レイノルズは、1855年に出版した自伝、私自身の時、 私の人生の歴史も含むで、この地震に触れている。1811年11月16日夜、地震が起こり、人々の間に大きな恐怖を引き起こした。その震源は、ミズーリ州ニューマドリッドだったが、ミシシッピ川の流域全体が激しく揺れた。私の家族は皆マルタ小屋で眠っており、父はインディアンが馬に乗っていると叫びながら、 ベッドから飛び起きた。私は父の誤りを笑ったが、間もなくインディアンよりも事態が悪いことに気づいた。その時家族の誰も地震だったと気づいていなかった。翌朝再度地震に襲われて、それが地震だと判断した。牛が恐怖で泣きながら家に走り戻り、動物はすべて地震に恐ろしく怯えていた。我々の家にもひびが入って揺れたので、 家が倒壊するのではないかと恐れた。アメリカンボトムでは多くの煙突が倒れ、カホキアの教会の鐘は建物の振動で鳴っていた。1804年にはカスカスキアでも地震動が感じられたと言われているが、私は感じなかった。イリノイ州では何年も余震が続き、今年1855年でもいくつかの振動があった。 セイカー京都の日記作者サミュエルスワン・マクレランドは、新都の開拓地インディアナ州、ウェストユニオンでの地震の影響を助実していた。地震のために、セイカー京都の最西端である開拓地を一時的に放棄することになった。震源の近くでは、砂の吹き出しがあちこちで見られた。現在でも、工作地を上空から見れば確認できる。地震波は、 中西部の固い地盤を確実に進行し、ペンシルベニア州、ピッツバーグやバージニア州ノーフォークの住人でも、激しい振動で目が覚めた。マサチューセッツ州ボストンやカナダ、オンタリオ州ヨークでも、教会の鐘が鳴ったと報告され、ワシントン DC では、歩道が割れて壊れたと報告された。当時ルイジアナ順州知事ウィリアム・クラークは、1812年1月13日、 つけで、ニューマドリッド軍住民に対する連邦政府の救済を要請した。ウィリアム・クラークは1803年から1805年に、メリウェザー・ルイスと共に西部を探検した、ルイス・クラーク探検隊の指導者だった。悲惨さ特通の目録があり、それで万物の思考の存在に、地球上の住人を訪れる喜びを与えてきたが、地震ほど間に恐ろしく破壊的なものはない。 この準州内、元、ニューマドリッド地区、現ニューマドリッド軍の住人は最近この種の薬剤に何度か見舞われ、この国の大部分に影響を及ぼし、多くの家族を大きな苦難に巻き込み、完全に廃墟になったところもある。準州議会の意見では、連邦政府の支出で当たう限り公的資金あるいは、その他の方法によって、前述住民の救済のために法を規定しあるいは、 規制を排除するるべきと考えるこれはアメリカ合衆国政府がその領土内から受け取ったまさに最初の要請である可能性がある。この地震はジョージ・ルイスの殺人者に裁きを与えることになった。1811年12月15日から16日の夜にジョージはトーマス・ジェファーソンの二人の甥、い、ルバーン・ルイスとアイシャム・ルイスに殺された。この2人は メルウェザー・ルイスと親戚でもあった。二人が他の奴隷の前で斧を用いて、ジョージを殺した後、ジョージの主人はその意外を燃やすつもりだったが、ニューマドリッド自身の最初の振動が起こってそれができなくなり、意外はレンガ作りの煙突に埋葬された。この殺人はそのまま当局に発見されないままとなった、可能性もあったが、1月23日と2月7日の、 地震で煙突が部分的に崩壊し、ジョージの意外が出てきた。リル・バーンとアイシャムはすぐに捜査され、逮捕され、告発された。リル・バーンは自殺し、アイシャムは監獄から脱走したが、おそらく米英戦争の間に死んだ。リールフット亀裂ニューマドリッド地震が起きた根本的な原因はよく理解されていないが、現在ある断層がミシシッピ側、 中世平野の下に渦もれた古代の地質的状態、いわゆるリールフット亀裂に関係しているように見られている。ニューマドリッド地震帯は震源世代、超大陸ロディニア大陸の分離中に現在の北アメリカ大陸が分離あるいは亀裂が入り始めた時に形成された最活性断層でできている。断層は 亀裂に沿って作られ、マグマから火星岩が作られ、表層に押し上げられた。その結果亀裂が壊れたが、地下深くにオーラ湖原として残った。2億年前に再度亀裂を形成する動きが別の断層を形成し、この地域をさらに弱くした。その結果として地質構造がリールフット亀裂を形成し、その後は海堆積物によって深く埋められてきた。 しかし古代の亀裂はニューマドリッド地域において地球の近くの深さまで岩を形成したので北アメリカの他地域よりも機械的に弱くなった。この弱さがおそらくは近くの強い日なり岩からの焦点効果と組み合わされ北アメリカプレートに存在する比較的小さな東西方向は縮力によって古い断層を再活性させこの地域に地震を起こりやすくさせた。 北アメリカのストレス環境において他の亀裂が起こることも知られているがすべてが現代の地震と関連してはいないので別の過程によってニューマドリッド断層の機械的ストレスを部分的に増加させるように働く可能性がある最終表期末に大陸氷河の誘拐によって生じた岩石圏の曲げに関わるストレスの変化が一定の役割を果たしたと考えられておりまた 断層の下の火星岩層が沈降して、下向きの力が働いたとも考えられている。この地域の下の岩石圏で、何らかの形態の熱が、深層の岩に蘇生を与え、断層が起こっている表層に近いところに圧縮力を集中させたという説も提案されている。あるモデルでは、ニューマドリッド地震帯の下で、ファラロンプレートの沈降で生じたマントルの流れにおける、 変化から部分的なストレスが生じた可能性もある。現代に起きた地震の信号を地図上にプロットしてみると、三つの傾向が明らかである。一つは、アーカンソー州のリールフット亀裂の向きに平行な北東から南西に向いた線であり、その南では北西に曲がっている。これは、リールフット亀裂に平行な右横ずれ断層である。二つ目は、 南東から北西に向いた線であり、ニューマドリッドの南西に起きている。この線は、ティプトンビルドームとリールフット湖の貯水に関わる、リールフット亀裂と呼ばれると、アげ断層である。この断層に沿った信号の位置は、断層表面が傾斜して、南向き約40度で地中に入っているので、比較的広がっている。断層のズレは北東を向いている。 1811年から1812年にこの断層が動いてミシシッピ側に滝を生じさせた。三つ目はリールフット亀裂の北西端から北東に伸びておりニューマドリッド北断層と呼ばれるもう一つの右横ずれ断層である。1974年以降に報告された4000回以上の地震震号1974年以降の 地震観測で4000回以上の地震の信号が特定されてきた。リールフット亀裂の地震活動から地震が発生してきたことがわかる。渦の赤くなっている地帯がニューマドリッド地震帯である。今日でもこの地震帯は活動している。この数十年間でも小さな地震が続いてきた。最近の地震予知では今後50年以内に 1811年から1812年に起きたものと同程度、すなわちマグニチュード7.5から8.0の大地震が繰り返される可能性は7ないし10%としている。同じく今後50年以内にマグニチュード6.0以上の地震が起こる可能性は25ないし40%とされている。 アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁が2008年11月に発行した報告書ではニューマドリッド地震帯で大きな地震があれば国内の自然災害に起因する最大級の経済損失につながりさらにアラバマ州、アーカンソー州、イリノイ州、インディアナ州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ミズーリ州及び特にテネシー州で 広く壊滅的な被害を予測し、マグニチュード7.7以上の地震であれば、数万棟の構造物に被害を与え、水道、交通など重要なインフラに影響するとしている。大地震再発の可能性があり、今日この地震帯周辺にある人口密度が高い都市に影響を与える可能性があるので、ニューマドリッド地震帯を理解するための研究が促進されてきた。 過去の地震の記録を調べ、現代の地震活動による大地の動きをモニターすることで、科学者たちは、その原因と再発の感覚を予測しようとしている。ニューマドリッド断層に沿った大地の明白な動きがないことで科学者たちを悩ませてきた。2009年、GPS 計測に基づく8年間の研究2件で、この断層は、 年齢点2ミリメートル以上動いていることが分かった。カリフォルニア州のサンアンドレアス断層の場合は、年間37ミリメートルも動いており、ニューマドリッド断層の場合はかなり小さいことが分かる。ありがとうございます。